お前の守り手はちょっとかっこ悪いことになってるかもしれないけどな。そんな時こそそばにいてやった方がいい。本気で絆を作ろうというなら、去る者を追いかけるくらいのことはしとくべきだ。絆っていうのはな、一方的なものじゃない。お互いにお互いを大切に思う気持ちだ。誠意が欲しいと思うなら誠意を見せる。これ常識。あのな、あれだけ命の危険にさらされといて、またお前は。また戦いに顔を出すのかよ。何？じゃあ何をするんだ。お前どっかに頭ぶつけたんじゃねえか？一人でやれよ、そんなのは。俺らは封印の見回りで忙しいんだ。それはなぜ？それは少し言い過ぎじゃないか。だから、なんで俺らなんだよ。そういうことなら、大見さんの方がいいに決まってる。だから、いいんだよ。封印さえ守れりゃ、それでいいんだ。わかりました。僕らは残りの封印を回ります。大見さんも誘えば3人。
封印も残り3つですからちょうどいいです。タクマ、マヒロ、お前らはについてやれ。いくらなんでも一人で行動させるのは問題だろう。から元気ばっかりだな、お前は。手が震えてる。情けねえな。なんて情けねえ。ついていってやるよ。仕方ねえ。こんな頼りないの一人にしてたら危なくてしょうがない。どこで何をどうやって探すんだ。あれだろ、お前が貧血でぶっ倒れたあの。本当が苦手なんだよ、俺は。何が？開ける呪文は？
平気か？何があった？それが事実だと簡単に信じるにはちょっとばかりおとぎ話が過ぎないか。事実なんだろうな。その剣が解放されればなんだ、天を焼き地を裂き闇が覆うか。ゾッとしねえな。こっちも見つけたぞ、新たな事実。これはお前の言う神よなんて昔の話じゃないけどな。ロゴスについてだ。その答えはここに書いてある。過去、ロゴスは何度かこの村を襲っている。ああそうだ、玉よりの守護五家は過去数十年単位で何度か同じ組織と対立し、それを退けてきたらしい。俺たちの先代の守護者もロゴスに遭遇し、それを撃退してるらしい。その時の玉より姫が誰だかわかるか？その通りみたいだ。記録を見る限りだとな、以前までの敵はどちらかというと調べに来たっていう色合いが強かった。強力な結界に手も出なかったらしい。しかし今回は違う。敵は結界内部に簡単に入り込み、しかも圧倒的な力を持って宝具を奪って、その道、俺たちの戦える相手じゃねえんだ。いくら調べても意味なんてないのかもしれねえよ。無駄だろ、こんなところにいても一緒だ。あいつらには勝てない。無駄だよ。
やめとけよ。勝てるか、あんなの。うるせえ。勝手なこと言ってんなよ。こんなわけのわからねえ状況で敵が現れたから戦えって言われて、絶対に勝てないの分かってて、それでも戦ってボロ負けしたんだ。なんでだよ。お前が言うほど俺は強くないぞ。勝手に人に自分の理想を押し付けるな。お前がどう思ってるかなんて知るか。あんなのどう倒せって言うんだよ。何すればいい？言えよ！教えろよ！
何すんだタグマ。行きましょう、先輩。悲しい顔をしているのね。神たちの動きが少しおかしいみたいね。この間までおとなしくしていたのに、今は怒り騒いでいる。おかしなことね。まるで誰かが。本部からドライに関する調査の結果が返ってきました。ドライ、3番目の従者になるべき人物はやはり別にいたようです。
では本来私の元に着くはずだった人物はどうなった？別の任務に就いた際に失敗、命を落としました。そして代わりにあのマグスが我々の元に。ドライはどうしている？はい、この館から出ることはせず、おとなしくしています。監視を任せたツバイと一言二言口を交わした程度のもので。結番になる予定だったか。しかしロゴス上層部があのマグスを私の配下に組み入れたのもまた事実。匿名の情報の出どころは分かったのか。いいえ、ある種の使い魔のようなものに運ばせたようなのですが、しかしその魔の痕跡も半ばで途絶え、追跡は不可能と。やはり封印の破壊は今しばらく待つ。何かおっしゃいましたか？独り言だ。Thank you.
今日はどうされたんですか？もう学校に行く時間ではと、これからお部屋に行くところだったんです。でも、お弁当は…Thank you.
やあ、君か。これで3度目だな。元気でやってる？清野が迷惑をかけてないかい？君は利用されてる。少し驚かせたかな。君は利用されてる、そう思ったことはないか。先代様が何も教えてくれないのはなぜなのか疑問に思ったことは。なあ、この時代にはね、秘密にしておけることなんて何もないんだってことを覚えておいた方がいい。公務員といっても僕はちょっと特殊でね、公安調査庁の調査員をやってる。清野には内緒にしておいてくれよ。考えてみてほしい。君自身の知識がいかに少ないかを。封印のこと、敵対する組織のこと、彼らがどのような組織なのか。そして君のおばあちゃんが何を考えているのか。君のためだ。このまま宇賀谷の馬場様に言われるままに封印を守っていったとき、その先に何が待ってるか君は何一つ知らない。いや何、ただ心配なだけだよ。
真空の刃か。動くと首を切り飛ばすぜ。言ってる場合か。そんなもんこいつをどうにかしてからだろう。ずいぶん物騒だな。こんなものを突きつけなくても何もしないよ。僕は別に何をしに来たわけではないんだ。ただ忠告をしに来ただけで、例えばそう、君たちがこれからどうしたらいいかとかね。え？それは興味があるな。怪我でもされたら寝覚めが悪いんだよ。答えてもらおうか。お前何をしに来た？何も知らず、何も見ようとせず、滅びるのが君たちの望みか？どういうことだ？君はもう気がついているのかもしれないけどね。君たちの守るものが正義だけで出来上がっているとは思わないことだ。謎かけ問答は嫌いでよ。はっきり言え。お前は何をどこまで知っているんだ？何が目的で俺らに対して何がしたい？そういう単刀直入さは嫌いじゃないな。何を知っているかといえば何も知らないし、何がしたいと言われれば何もと答えるほかないな。状況は実に流動的でね。おい、いい加減に。冷静な判断だと思う。ま、だからといってただで返す気もさらさらないぜ。いいや、君たちにはそんな暇はないだろうな。こんなところで油を売ってる暇はないだろう。そう思わないか？